こんにちは。2017年7月20日です。知床峠を下ってまいりました。峠の頂上付近は雲といいますか霧といいますか、ほとんど視界がゼロの状態でした。ウトロ側と羅臼側で、これほど天候が違うという、峠は初めて経験いたしました。下ってまいりまして、ちょっと一休みして、これから今日の宿泊地であります、お台島に向かうところです。お台島に、到着いたしまして、横の方にハイエースが止まってました。ちょうど奥様が出てこられまして、挨拶しまして、キャンピングカーですかって言いました。そうです、どうぞ中を見てくださいと言われましたので、あ、これはラッキーということで、見させていただきました。ご主人がすべて、手作りで作られたそうです。仕事はリタイアされて、以前工務店を経営されてたという、ことです。でその道具もすべて、自分 の, あの不動産 の, あのアパート経営のところに全部持ってきていつでもできるような状態ですということです。で、以前は車で、クラウンでずっとマジェスタで、日本ぐるっと回ったようですが、その時はホテルで、泊まったんで、大した感動がなかったと。車で移動しホテルに到着してご飯を食べてお風呂に入ると、その繰り返しだったですということです。でこうやって車中泊車を作って、車の中で泊まりながらゆっくり、次どこ行こうなんていう計画も立てず、その時の天候と気分と、ここに行こうというふうに決めて、行くというパターンが非常にいいですということのようです。で、いろいろ中も見させていただきました。ナンバーの方は8ナンバーではなくて1ナンバーです。天井の高さが1580ぐらいでちょっと足りないんで、取れなかったということです。中の方はすべて手作りで、ベッドの部分も1900の長さのベッドが取ってありました。で普通は真ん中のテーブルも用意するんですが、テーブルは用意されてたんですが、普通はそれを寝るときには外すというパターンなんですが、あえて外さず、真ん中の仕切りを設けているということです。で前の方にはギャラリーがありまして、いろんなものが固定されまして、暖房の方は私と同じように岩谷 の, あのガスストーブで、暖房をしていると。あと自分でそのギャレー、流しですかね、流し台も作ってポンプも設置し、排水もちゃんとできてますということです。で、中にお入りくださいということで入ったんですが、絨毯が引いてまして、ここは土足で上がっていいですということで、そういう車は初めてでした。でちゃんと座りましたらコーヒーが出てまいりまして、ちゃんとお客様用のコーヒー、紙のコップだったんですが、ちゃんと用意されてまして、非常に素晴らしいなと思いました。していろいろお話があるはずなんですけども、結局お土産をもらってしまいまして、バッグなんですけども、車中泊をしながら日帰りニューヨークに行くときに、このバッグの中に着替えとかタオルとか洗面道具を入れておけばいいですよということで、これもすべて私が手作りしましたということで、どうぞあげます、差し上げますと言われましたので喜んで、もらってきました。で、名刺ももらいまして、もしよろしければ材料代だけ払ってくれればこういう木の加工とかできるんで、近くに来たら寄ってくださいと言われましたので、これは行ってみようかなというふうに思いました。私の場合は、木の加工はほとんどできません。ノコギリが一丁あるだけなんで、この曲線切りができません。すべて直線切りで、それもホームセンターでカットしてもらってます。近いんで、いろいろ考えて、どうしても曲線の部分が必要になったら行ってみようかなというふうに、思っております。非常にこうやって車中泊してますと、皆さん朝になりますと早いんですけども、車の近くでうろうろしてまして、いろいろちょっとお話しますと、いろいろお話を聞かせてくれます。本当に私は初心者だというのがつくづく感じました。
さすがにもう北海道、話を聞きますと北海道来るということは憧れの地が北海道ですということのようです。まあ来たらなかなか帰らないと、まあ1ヶ月ぐらい、ぐるぐる回っているような状況のようです。本日はご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画に続かせていただきます。失礼いたします。